今日昼間食べたんですけど、あまりにも美味しかったから他のセブンイレブンに寄ってさ、そしてまず1軒目のセブンイレブンにあったのを、2個しか残ってなかったんでこれ買い占めました。もう1軒のセブンイレブンに行ったんですけども、残りがもう1個でした。あ、しかも昼間もそうだったんですけど、1個買うとフォークかスプーンを2個くれるんです。つまりこれ二人で食べたらいいってことなのかね。たっぷり辛めでソース、トロ生ケーキプリン。普通はこんなのただ食べちゃうだけなんですよ。おやつの時間にあればね、もちろんたまたまビデオに回して映るってことありますけど、今日はわざわざ回してますビデオ。バギエット見てください。この蓋なんかもね、カイワレ大根育てる時のプランターにもちょうどいいでしょ。メダカなんかも育てるのにちょうどいいかもしれないしね。この紙は食べれんよ、もったいない。ここについてるやつが、いや、ほん見たいよね、全貌をね。見てください。これは右横ね。これが前。勇ましい歯のようですね。これが左。まあ右か左は誰が決めるんだって話もあるけども。後ろ、このとろけるこのつらら見てください。つららが立った。プリンなのか、ケーキなのか、気になると思うんですよ。まだ食べたことない人。でももう食べた人は知ってるよね。これが何の楽しみがあるのか。やっぱうまい。この真ん中のクリームのところね。ここがカスタードなのかなって思われるでしょ？違います。普通にクリームです。あ、違う。ここもなんだ。知らんかった。じゃあ一体プリンどこなんだろう？あのね、つまりね、これどこ食べてもカラメル感が半端ないんですよ。カスタード感はね、感じません。うまい。でもね、これ絶対すげえ考えてあるはず。だってテラミナスさん前ね、ハウスのプリンがあるでしょ？手作り、お湯で作るやつね。あれのカラメルだけをね、ちょっと楽しんでみたことあるんですよ。しかしあれはいただけんかったね。苦いだけで美味しくないの。でもどこからどう食べてもこれカラメル感が楽しめるってことは、これただごとじゃないはずですよ。相当研究してるはずですね。いろんな細胞発見したりして、世間でね、注目されたり報道されてるみたいじゃないですか。テラミナトさんは、トロ生ケーキプリンを発明した人ね、注目ですね。普通考えられない。カスタード感がないのに、カラメル感こんなに楽しめるなんて、常人じゃ思いつかない。で、しかもテラミナさんは昼間に一つ食べてますからね。ちょっと食べ過ぎですね、これ。これ全国のカラメルマニアのテラミナさん、食べないとやばいですよ。ごちそうさまでした。こりゃすごいもんな、ほんま。こんにちは。こんなの買いました。期間限定至福のプリン。とろーり感動。感動って書いちゃったか。そのくらいのことでテラミナさんが買ったのかと。違う違う。出たー、久しぶりです。写真はイメージです。中華そばの袋に書いてあるのは写真はイメージですじゃなくて、調理例ってもう3文字に集約されてるんですよね。写真はイメージです。いいねー。しかもこの写真がね、至福のプリンとろーり感動っていうイメージも伝えてくるんだけど、同時に豆腐みたいな感じも伝わってくるんだよね。そこがすごいよね。豆腐マニアにも訴えかけたいということでしょうね。そしてこれが絡める。今ふと思ったんだけど、これ前もやってますよってことだったら、ごめんなさいね。おじさんだから許してください。スーパーでよく売ってるさ、茶碗蒸しじゃないですか、これ。銀杏とか入ってるよ、絶対エビとか。いただきます。あ、これは上質な豆腐です。そして真打ち登場、カラメルですよ。もうカラメルが主役になろうかっていう昨今ですから、帰ってきたウルトラマンでね、一番テラミナスさんの好きな怪獣はサッコングじゃなくてタッコングですよ。食べてみましょう、カラメルだけ。もう琥珀みたいで綺麗ですけどね。かけた方がいい。うえぇー、いいですね。イメージ通りですね。ああ、これ豆腐だったら900円ぐらい出していいね。この豆腐はほんまうまい。プリンはどこに入ってんのかちょっとね、センサーが鈍いので分かりませんけども、豆腐だって言われたらもうかなりの出来です。やっぱカラメルだけを楽しめるように作る、発見するってすごいことだなって改めて思ったね。今日も食べれるからね。じゃあ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 。